全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日はちょっと趣向を変えてキャンプを始めたい方に向けて、特にこう道具を紹介するとかそういうわけではなくて、キャンプのこう楽しみとかキャンプの良さを何かこうね、少しでも伝えられればいいなと思って、音声を中心に今収録をしています。僕がキャンプにハマったきっかけっていうのなんですけれども、いろいろ正直きっかけはあります。ただその中の一つとして、僕がすごく仲の良かった中学の同級生がいるんですけれども、そいつがなんか登山とか雪山にこう行ったり、キャンプを自分でしたり、なんかそういうのにすごいハマってる時期があったんですよね。で本当にこう結構な雪山とか登ってて、なんかいろいろ話聞いてると、こう大丈夫なのかなみたいな、その時僕全然キャンプとかしていなかったんで、で、まあ、ただなんかとある時キャンプ一緒に行こうよって言われて、キャンプに連れてってくれたんですよね。でそのキャンプに初めて行ったのが、栃木のとあるところなんですけれども、すごくこう湖の目の前でテントを張って、ずっとこう湖を眺めながら焚き火をして、楽しめるっていうようなことが一回あって、そこからぐっとこうキャンプにはまり始めたっていうのが、割と僕の中で一つのきっかけだったのかなと思います。で実際にこうキャンプを始めるにあたって、僕のチャンネルとかでも、高校生とか何かこう安くて始められる方法ってないんですかみたいなコメントあるんですけれども、まずはなんか泊まるっていうよりは、これ完全に僕的になんですけれども、外でなんかコーヒーを飲むとか、外でカップ麺を食べるとか、なんかそれぐらいから本当にスタートするのでも全然いいと思ってるんですよね。でなぜかというと、結構こうテントとかシュラフとか、寝袋とか揃えると、特に今の季節、今がもう12月になる寸前なんですけれども、結構こう装備にお金かかるんですよ。例えばね、もうこの時期だと日中10度台とかであっても、夜こう1度1桁台の温度になるんですよ。でそうなると結構思ってるより寒いんですよ。外にいてちょっと風があったり、テントはあるといえど、ずっとその中でこうじっとしてこう寝たりしなくちゃいけないんで、思ってる以上にこう装備に失敗すると悲惨な目に遭います。ですので、こうテントもそこそこちゃんとしたの買わなくちゃいけないですし、シュラフとかも必要、寝袋ですね、シュラフっていうのは寝袋も必要ですし、その中でこう何を着るのかとか、そうするとこう寝袋の下に敷くエアマットとか普通のマットレスとか、そういうのが結構いろいろと必要になってくるので、まずは今の時期とか、どんな時期もそうなんですけれども、スタートするにはデイキャンプから始めるのが僕はいいんじゃないかと思って、結構いろんな方にそういうふうにお伝えしています。でもデイキャンプって、キャンプ場って結構そのデイキャンプ利用っていうのがどこでもあって、チェックイン時間は宿泊する人と一緒なんですけれども、チェックアウトの時間ですね、帰らなくちゃいけない時間が、夕方の5時とか6時とかぐらいまでしか使えないプランが、デイキャンプっていうのがあるんですよね。でそのデイキャンプを使って、お昼とか午前中に、チェックインの時間に行って、そこで、どこか、岩の上とか、地べたにそのまま座るでもいいと思います。で、その2,3000 円の椅子を買って行って、シングルバーナーぐらいは一つ、バーナーっていうんですかね、シングルバーナーっていう、いわゆるなんですけど、ガスボンベとかガス管を使って火を使う機材があるんですけれども、それで、お湯を沸かして、カップ麺を食べて、あとはもうぼーっとしてると。多分その延長線上がキャンプっていう風に僕は思ってるんですよ。なんかね、そのキャンプって本当人それぞれで、その人が楽しいと思ったら僕はどんなスタイルでもいいと思います。別に本当にお金をかける必要ないと思いますし、逆にもうすごくラグジュアリーなキャンプでもいいと思ってます。それはもうその人それぞれなんで、とやかく言う必要はないと思うんですけれども、とにかく僕はそのキャンプをまず始めたいっていう人に言ってるのは、デイキャンプでもいいんで、まずは行ってみようよと。で一回行って、その何かこう一つ気持ちよかったとか楽しかったっていう経験をしてもらうと、またその後泊まってみたいとか思ってもらえるんじゃないかなと思ってます。でそうなってきた時にどんな道具を買おうかとか、そういう風になってくるので、その時にタナチャンネルを見てキャンプギアの選び方とかいろいろ勉強してもらって、でさらにもっとこれを写真に撮りたいとか、もっと動画を作りたいとか、
自分で YouTube を配信したいとか、そういう風に思ってもらえたら、タナチャンネルの僕がやっている、まあ、タナの部屋に入ってもらえればいくらでも教えますし、いくらでも支援します。まずはこうね、キャンプを始めたいっていう方がこれからどんどん増えてきますし、若い子たちでもお小遣いの範囲内でやられる方とかいらっしゃると思うんで、まあ、そういった方たちはまずはデイキャンプっていうものに最低限の装備で行って、まあ、寒ければ帰ればいいと思います。カップ麺を食べるなり、まあ、缶コーヒーを買って外で楽しむっていうのでもいいと思うんですけども、そこからスタートすると、次はじゃあこれぐらいの寒さだったらもっと実はちゃんとしたダウンジャケットが必要だよねとか、インナーが必要だよねとか、思っているより寒かったからやっぱり確かに寝袋が必要だよねとか、そういう風になってくると思います。だからいきなりじゃあ一泊一人でしようっていうと結構怖いと思うんですよ。僕も本当に初めてキャンプにソロキャンプをした時は正直ちょっとドキドキしていました。寝れるのかなとか。ただ今は逆にね、もうどんなとこでも別になんか怖いとか全く思わなくて、どちらかというと今同じタイミングで世界中で何人同じように森の中で過ごしてんだろうみたいな考えるんですよね。まあ、そういうふうにどんどんこう、まあ、慣れだと思うんで、最初はまずはお昼、天気のいい時に、まあ、車で行ってもいいですし、電車で行ってもいいですし、こうデイキャンプで利用できる場所、そのデイキャンプだったらね、こう泊まらなければテントを張る必要ないんで、結構混んでるところに行ってもいいポジション座って、まあ、楽しめると思うんで、なんかそういうキャンプの楽しみ方もありなんじゃないかなと思っています。僕は本当に最初そのキャンプの楽しみっていうのをそういう風に少しずつ友達と一緒に、まあ、連れてってもらって経験をしたたちなんで、考え方あると思うんですけれども、一番はあなた自身がこう楽しめるかどうかっていうのがすごく重要だと思うので、まあ、そのあたりはなんかこう無理をせずライトに始められて、まあもちろんね、こうマナーを守るとか、そういう基本的なところはできるだけこう勉強していく必要はあると思うんですけれども、まあ、まずはやっぱりね、こう楽しんでもらわないと、まあ、キャンプ行ってね、こう寒すぎて嫌だったみたいな、もう一緒行かねえよみたいな風な話もまあ聞かなくもないので、まあ、そういったところからまあスタートするのもいいんじゃないかなと思います。でその上で、まあ、僕は冬はやっぱりこう焚き火だと思いますし、星空、澄んだ空気の中の星空だと思いますし、寒い中にテントを張って暖かい寝袋を自分で環境を整えて寝る時の、まあ、楽しさとかで、朝起きたらひんやりして、めちゃくちゃ朝寒いんですよね。やっぱ寝袋からこう出る時にすぐにこう服を着ないと、もうとんでもなく寒いんですけど、でもそのとんでもなく寒い中で、火もついていない中で外に出てちょっと真っ暗の中で少しずつ明るくなってきて見る朝日とか、まあ、そういう素晴らしい自然がたくさん待ってるんで、まあ、それは本当にこう泊まった時に楽しんでください。デイキャンプでも十分夕日見れますし、お昼の広大な景色は見れると思うんで、まあ、そういういろいろな、まあ、そのまずはデイキャンプでも行ってライトに始められていいんじゃないかなと思っています。まあ、初めてキャンプをする人はなんかどうやって始めたらいいかとか、何が必要なのかとか、すごいたくさんあると思うんですけれども、とにかく最低限のキャンプでまず外に繰り出してみる、これが重要なんじゃないかなと。これが第一歩になると思うので、ぜひデイキャンプでもいいんでチャレンジしてみてください。ということで、タナチャンネルではソロキャンプ動画を中心とした、まあ、僕が使ったギアのレビューやカメラ機材とか YouTube とかやってるんで、カメラ機材とかの紹介とか、いろいろやっています。はい、それでは本日は初心者の人がどうやってキャンプを始めたらいいのっていう疑問に僕なりの回答をしてみました。本日もタナチャンネルをご覧いただきどうもありがとうございました。